この船はババリアの C38 と言います。外から見た感じよりも中のボリュームがすごく、高さも十分あるし幅もすごく広い、居住性が抜群な船ですね。もともとババリアヨットはインテリアの木質はこだわってはいたんですが、最近どこのメーカーも合板が多くなってきてしまってるんですけども、それでも結構昔からのこだわりは持ちながら、インテリアには細かいところは気にしていて、で一番の特徴はエンジンの部屋と外から入ってくるこの階段、ここの作り方が特徴的だと思います。パネルは、まあ、最近すごく電気的なところも良くなってきてるんですけども、目で見てもスイッチ類が分かりやすくするために、航海器具のナビゲーションと室内で使うシステム機械系とインテリアのライト系と3種類に分けているので扱いやすくなっていると思いますよ。